トラビス・ゴードン・ロペス・ジュニアと対戦したが敗北を喫した。2018年5月、ゴードンは新日本で毎年恒例のベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの参加者16名のうちの一人として発表された。公式戦を3勝4敗で終え、決勝進出はならなかった。新日本プロレスとローの共同で開催された G1 スーパーカードに参戦した後、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに 再び出場すると発表された。しかし、ビザの問題のため、最終的には出場できなかった。以前、陸軍州兵の隊員として6年間勤務し、爆発物訓練を専門とする工兵として働いていた。入隊後、2018年5月1日に退役した。ありがとうございます。